ベアトリスでポルトガールはカスティーリアオフアン一世の二度目の王妃。ポルトガル女王となるが、おじであるアビス騎士団総長女ンと王位をめぐって争い敗北した。ポルトガルをフェルナンド一世と王妃レオノール・テレス・デ・メネセスの長女としてコインブラで生まれた。弟たちが次々と溶接したためフェルナンドの後継者に指名された。貴族たちの中には レオノールの身持ちの悪さから、ベアトリス王女の父親は王ではないのではないかという声が囁ささかれていた。1383年にフェルナンドが重体となると、ベアトリスの摂政として実権を握ったレオノールは、前年に最初の王妃レオノールでアラゴンと種別したカスティーリャ王フアンに、ベアトリス王女との結婚と、ポルトガル王位の譲渡を持ちかけた。 愛人アンデイロ白爵と結託して、国政を牛耳るレオノールは、カスティーリャを取り込むことで、自らの実権の強化を図ったのである。ポルトガル王位に釣られたフアンはこの案に同意し、1383年5月17日に、エルバスで11歳のベアトリスと結婚した。フェルナンド王は、同年10月に没した。レオノールは、 ギリの息子フアニッセイとベアトリス女王の接触となった。しかし、外国人に実権を売る事態に、ポルトガル国民と貴族たちは起こり、アビス騎士団団長で、フェルナンド王の所定にあたるジョアンが、圧倒的支持を得て、反乱を起こした。1384年に、フアニッセイは、ベアトリスとの間に生まれた、ミゲル王子こそ正当な王位継承者だとして、 ポルトガルに侵攻した。翌1385年、カスティーリャ軍は、アルジュバロータの戦いで大敗北を喫し、2年余り、続いた戦争が終結した。ジョアンは、アビス王朝初代の王として即位し、ベアトリスはジョアンを王として認めて、自らは退位した。ベアトリスは、ミゲル以外に、子供が生まれず、1408年に、マドリガルで没し道路に葬られた。 歴史家の中には1383年から1385年を空域間とする者も,もいるが、ベアトリスが短期間でもポルトガル女王を称したことから、ポルトガル君主の一覧に名前が加えられることもある。ありがとうございます。